はい、皆様イランカラフテお久しぶりでございます。ダラダラプレイヤーです。お化けです。はい、パソコンがぶっ壊れててちょっと何もできない日々が続いたんですけど、なんか気づけばもう何今月アップデートがあるって、なんかついこの前 3.1 が来たっていうそんな認識なんですけど、はーい、アニマはもうクソも作ってないっていう、まあそんなことはどうでもいいとして、今回ちょっとここゴールドソーサーにいるんですけど、あとすいませんちょっと画質がどうだろう、画質がちょっと悪いのと、あとすごい音ずれすると思うんですけど、もうねパソコンがいよいよダメっぽいんで諦めてください。で今回何するかっつうと、このロード・オブ・バーミニオン、俺ちょっとこれ今月入ってから初めてやったんだけど、チャレンジモードってあるでしょ。でねそれをやるとこれがもらえるのよ。こいつ、このこれ、このツインタニア、これうちの嫁とあらなんか可愛いっていう、まあ、言ってたんですけど、まあこれがもらえるっていうことでまあ始めたんですけどね。で自分のところにちょっと来たのがチャレンジのこのオーディン第15節のオーディンが倒せませんと、なんかそんな方がいたんですけど、ちょどうやって倒したのっていう話をされたんですけど、説明俺下手くそだからとりあえず動画作りますって言ったんですけど、勝てるかな覚えてねえんだよね。やっぱそんなにやってないからね、これでね、まあ操作法はとりあえずいいとして、俺ねこれ確かヒルディ、あれヒルディどこ行った、ヒルディでね俺ゴリ押しした気がするんですよね。ちょっと待ってこれ邪魔くさいから消すわ。でこれをヒルディをこんだけこうね、まあどんどん召喚していくんですけど、すごいカオスだよねこれ、これだけ見てるとヒルディがいっぱい。ヒルディのマメットってそもそもこれどうやって手に入れるんだっけ、ちょっとよく覚えてねえんだけどさ。でこのオーディンがさ、こいつねなんか右か左か忘れたんですけど、どっちかに寄ってきて斬鉄剣をかましてきて、このアルカナストーンっていうのが全部壊されちゃうんだよね。なのでこのヒルディを8体召喚したら、もうちょっとこっち来てほしいな、オーディン。まあいいや、突っ込みます。すごい状況でしょこれ、ほらヒルディさんが8人ねえ、オーディンにこう寄っちゃって、でこのオーディンっていうのがね、HP 一定まで減らすと斬鉄剣をやってくるんで、とりあえずこうまあペシペシと、ヒルディ死ぬな、結構死ぬな、まあ、追加でどんどんね、こうやってやってたっけ、でちなみに俺ね特殊操作よくわかんない、プレステでいう三角ボタンを押すとこうやって範囲がこうやって選択できるんだけど、まあ、それでこう移動させていくだけ、
このぐらいのね操作しか俺知らないのよ。よし、死んだヒルディは補充しまして、あ、バカ負けんよって言うでしょ。そしたらもうこれでヒルディを初に集めて、あれ、スキルを発動させちゃいます。してねくね、発動した今大丈夫、あ、倒したか、はい、あ、これリワードくんないの、もう一回倒しても、うわーケチー、はい、まあ、こんな感じで簡単でしょヒルディブランド8人でご了承できちゃうんで、あとはね他はそんなにつまるところないと思うけど、24節のこの大迷惑バハムート新生編がちょっとめんどくさかったかなっていう感じだったんですけど、ここも俺ヒルディでご了承したんですよね。ちょっと移動がめんどくさいんですけど、あとはねそんなに苦労しなかったかな。でね基本的にチャレンジも俺対戦は一切やってないんですけど、ミニオンにちょっと種類があって、あ、これ、この何これ、ちょっとちっちゃくて見えない、施設特攻っていうのの、この一番右側、アルカナストーンに対して多くのダメージを与えますっていう、この、まあ、特殊能力っていうかさ、ちょっと画質荒いから見えないと思うんだけど、この一番右側の能力を持っているミニオンを、たくさん出して、もう防衛とか、フルシカトでね、敵のアルカナストーンに向かわしといたら、多分チャレンジモードは、ボス戦以外はいけんじゃないかなっていう気がします。なんか俺でそれ全部それでご了した気がするんで、あとこのねタイプ相関図っていうのがあるんですけど、まあじゃんけんみたいなもんで、モンスタータイプのミニオンはこのアニマルに対して強いし、アニマルはドールに強いし、ドールはこのモンスターに対して強いっていう、このまあ三角形があるんで、大体はねほぼほぼこの1種類しか使ってこないんだよね、チャレンジモードのステージって。だからもう弱点ついて、かつこのアルカナストーンに対して多くのダメージを与えるっていう、このミニオンをいっぱい出してご了承していけば多分マメとツニダニアは取れると思うので、はい、まあぜひぜひちょっとやってみてください。はい、珍しく短いですけどここでもう終わります。はい、パソコンがもうなんかおかしいことになってるんで、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。また次がありましたらどこかでお会いしましょう。はい、ではさようなら。